ということで城ヶ島公園を後にして、また城ヶ島大橋を渡ります。いや暑いわ、歩ってると。まあ脱げって話なんだけどね、暑かったら脱げよって話なんだけど、脱ぐとまたカメラのマイクだとか電源のコードだとかなんかそういうのが煩わしくて、結局脱がずにそのまま頑張ってます、汗かきながら。あーちー、走ってるとちょうどいいんだけど、止まって歩くと暑いわ。いやでもしかし展望台のところの風は気持ちよかった、最高だったな。帰りは取らないんだ。あ、そうなんだ。また三浦半島に戻ってきましたね、城ヶ島から。それでここからまた国道の134号に乗ってしばらく行く感じみたいですね。まっすぐでいいのかなこれ。ん？右か？これ標識出しとけよ。ここは標識だろう。鎌倉横須賀方面、これで大丈夫そうですね。横須賀まで14キロか、結構走ってきたんだね、そう考えると。あちあち、熱い熱い。国道134号に乗りましたね。なんか景色いいっすね、ここもね。しばらく道なりかなに行く感じになると思います。汗が引いていくのが分かるな、走ってると。その感じがまた気持ちいいですね。とにかくこうしていることが自分にとって最高のあれですね、喜びというか、ストレス発散っていうんじゃないんだよな、なんかもう浄化していく、体のがん細胞を殺して免疫が上がっていく気がする、そういう気持ちよさですね。なんか対面はすげえ渋滞してんな、どうした、こっちガラガラなんだけどな、かわいそうなぐらいだぜこれ。鎌倉に向けて詰まってくるのかね、ほんとゆっくりでもいいから流れててほしいよね。流れてくれてさえすれば文句は言わない。ただ止まっちゃうのはダメだよ。いやしかしどうしたこれ、反対側激混み。左側が立石公園ですね。また海が見えてきました。でも道路は混んでるな、やっぱな、しょうがねえけど。特に反対側がひでえよこれ、こっち側まだマシだわ。ほんとこっち側空いててよかった。やだこんな渋滞、無理だよ。なんでこっち側行けてんだろうな、頼むから詰まるなよ。ただこれを見ると、ああゴールデンウィークなんだなっていう感じがしますね。ゴールデンウィークにツーリングに来てんだ俺っていう。いやいい景色よ、葉山ですね今ね。葉山まで来ましたけど、あーワーゲンのねゴルフオープンいいね、気持ちよさそうだわ。オープンカー連中は今日オープンにしないでいつするっていうぐらいの陽気ですからね、1年で一番気持ちのいい時期ですよ。どうちた、頑張れよ頑張れよ、信号ねえだろ、詰まるなよ。江ノ島鎌倉、ここ左っすね。134号なんですけど、ここ左もうあと5キロぐらいですかね、鎌倉まで。鎌倉もそういえば小学校の時の修学旅行以来でしばらく来てないですよね。観光名所だけど全然来てない。渚橋渡ります。赤だろ完全にこのバス。おお、その先はビーチだった。オートバイにサーフボード持って積んで走るんだねこの辺の人ね。何もう夏かよって話じゃん。ヨットとか気持ちよさそうだな、やりてえわ。江ノ島10キロ鎌倉4キロの表示が出てます。いや俺あんま海ってイメージねえんだよな、そもそも泳げないからか。男の子も女の子もみんな海に繰り出すんだから楽しいんだろうねきっとね。
ね、ビーチいいね、バーベキューやるよね、やるやる。ヨットスクールか、これも楽しそうだ。マリンスポーツいいね。いやー、ここも景色いい。この道俺走ったことあるか、主要な道路だからあんのかな。なんか冬走ってるイメージはあるんだけど、ああいう感じで浜辺すごいにぎわってるっていう印象はあんまりないから、こういういい時期には通ったことないのかもしれませんね、もしかしたらね。いい道だおい、最高じゃん。うわー、これ雑誌でよく見る、このトンネル抜けると海だったってやつじゃないの。さあ目の前海よ、飛び込みそうだわ。ふー、海岸線気持ちいい。ふー、最高の道だなおい、気持ちよすぎるぜ。さっきまで汗ばんでたのが嘘みたいに今もう超快適になってるわ。でもそれにしてもね、革ジャンはいらなかったね。もう今年今シーズン最後だね、もう秋まで革ジャンはいらない。そしてブーツも今回が最後かもしれない。この後 AJ さんサンダルでの走行になる可能性があるからね。皆さんから大不評のマジっすかサンダルっすかっていう、タンデムで走ってる人も多いね、彼女と夫婦で走りたいね。いやでも彼女いたら車かな、やっぱね、女の子とだったら車だよね、快適にね。ちょっとオートバイで長距離はかわいそうだわ、過酷だわな。人多いね、しかしやっぱ観光地の雰囲気がすげえする。ちょっと事故んないように気をつけないとな、飛び出されたりしたら大変だもんな。うん、バーベキュー臭もするぞすげえ焼いてる匂いが、超いい匂い。昼どうしようかな、そろそろ考えねえとな。何時になったろうか、11時20分だ、あと1時間以内ぐらいで考えようかな。いいとこだね、ここでゆっくり過ごしたらそれはそれでいいだろうね。一日ボケーっと釣りしながら、お姉さんたちもいいね、なんかもう南国ですよここは。若干露出多めで開放的な気持ちになるよね、こういうとこ来たらね。混んできましたぜ、いよいよ混んできましたね。逆に対面は空いてる、さっきと逆パターンになってきたかな。まだ先長いっすよ、左腕がきつくなってきました、もうすでに渋滞はやばいっすよ。そんなに長時間の半クラに耐えられないっすよ、自分の体が。景色もいいし、いい道なんだけど、まずね、こいつがうるさすぎる、こいつがうるさすぎる、うるせえよ。お昼時だからお店が混んできたね。シラスか、そうだよな、シラス。てかうるせえよ、後ろのクラウン、何なんだよ、何言ってるか全然わかんねえし、早く離れたい、あの車から。前に江ノ島が見えてきましたね。やっぱこの辺は混むんだね、テレビでよく見る江ノ島だあっちに渡ったりはしないですけど、今日はもっとここまで来たら綺麗に見えそうなもんだけど、ちょっともやがかかってますね。カメラでどこまで映ってるかな。あー、今ちょっとね、我慢の時間帯ですよこれ江ノ島付近なんですけど、藤沢市なんですね江ノ島は。我慢の時間帯ですよこれ、辛いよ、ハンクラの操作が厳しいぞこれ。みんな江ノ島に入ろうとしてる、すげえ、もう橋が大渋滞だ、すげえ人、ゴールデンウィークだ、
今日ゴールデンウィークだった。そうだ、混むよね、そりゃね。ここ過ぎればちょっとマシになるんかい。どっかでちょっと休憩したいな。11時45分、もうすぐ12時だ。いや、すげえ人、車で来たらやんなっちゃうな、これ。止める場所もねえだろうしな。おお、いい音しとる。なんだこいつ、目黒マジ、こんないい音すんのかよ。ハーレーの音が小さく感じる。マジか、めっちゃいい音。目黒やばい。渋滞抜けた、ようやく抜けた、やったやったよ。この距離走るのにかなりの時間かかっちまったな。呆れるほどだわ。それでも多少すり抜けしてるからね。車だったらたまったもんじゃねえよ。本当に明日雨降るかね。今んとこそんな感じしねえんだけどな。まあとりあえず日中だけ持ってくれりゃいいか、なんとか。夜の間に振り切っちゃってほしいね。茅ヶ崎水利小田原31キロ、結構あんだね。まだまだだ、混むときついよ。結構31キロ。平塚に入りました。今19度か。20度以上あったら暑いだろうからちょうどいいね。19度。ケツが痛くなってきたよ。結構走ったからね、ちょっとケツ痛いです。わー、でもいい眺め。さあ、じゃあ青松バイパス乗ってちょっと距離稼ぎますかね。制限時速70キロとツーリングマップルには書いてあるな。210円なんだけど ETC 使えんだろうな、まさかな。使えないと本当煩わしいから小銭で払うの。小田原まで23キロ、まだまだだ。いや、下田結構遠いね。宿泊先まで結構距離たっぷりだわ。走りごたえあるわ。いや、箱根一泊で帰ってくるとか全然余裕だったんだけど、今自分の年齢で、うお、鑑識クラッチいい音。自分の年齢でしかも乗ってる単車がハーレーでっていうことを考えると、結構この距離たっぷりな距離だよ。走ったなーっていう距離ですね。いい加速、そしてこの匂い、いいね。ツーサイクル、あれはあれでたまんない。軽そうだもん車体が。こいつどうしようもなく重いからね。よし、青松バイパス乗るを大磯入りました。こっからがバイパスなんだ。出口で金取られるパターンかなっていうことは。流れ取るな、いいね。左側が、おい、気持ちいい。左側国道1号が走ってるはず。大磯ロングビーチか、いいね。気持ちいいね、気持ちいい。海風受けながら気持ちいい、涼しい。でも海でゆっくりするってのもいいよね、パラソル立ててね。みんな俺のことで見てるけど俺遅いのかね。ある程度のスピード出てんだけどみんな飛ばすよね。で、1枚目のメモリーカードがもうそろそろ終わりそうですね。64ギガ、5時間半ぐらい撮れるんですけど、自分の撮ってる画質でそろそろ終わりっぽい。ちょうど昼休憩ぐらいの時に終わりを迎えるっぽいので、そこで SD カード交換ですね。編集大変だよこれ。撮るのは簡単なんだけどさ、ただワンボタンでポチってあと回し続けるだけだから。編集なんだよね、煩わしいのはね。編集ってまあ自分の動画そんな大したあれじゃないんだけど、切り張りしてるだけだから。それでもね、5時間撮ったら5時間見なきゃいけないわけですから、その中から不要な部分カットしていくだけでもね、結構時間的には取られるんですよ。